この間、ちょっと私もう本当に申し訳ないことをやってしまって。誰に対してですか？彼に。彼に、はい、私たちってまあ B 型じゃないですか、うん、まあ、B 型って結構気分屋なとこあるじゃないですか。まあ気分屋だね。気分が乗らない、うん、日ってあるじゃないですか、やっぱ、うん、でまあ彼氏とこう話してたんですよ、はいはい、そしたら、うん、こいつ目の奥が笑ってないって思い始めてきちゃったんですよ。相手のことを。はい。何それ本当にね、これ申し訳ないよけど、まあ、あやはあやなりのさ、それあるじゃん、うんうん、思うことあるんですよね、人だから。そうで、目の奥笑ってないと思って言ったんですよ、ギリギリに、うん、なんかさ、目の奥笑ってなくない、うん、え、ほんと、リアルなトーンで言って、うん、リアルなトーンで、なんかさ、目の奥笑ってなくない、こんな大きい声で、うん、怖いよ、急に何言ってんの。普通に話してたのだよ、うん、普通に話してたの。なんか今日、目の奥笑ってなくない。え、もうふざけなしの。ふざけなし。怖っ、最悪な女で。で、まあ相手はとっても優しい方だから、うん、えみたいな、うん、どういうことみたいな。心配したよね、多分、うん、どういうことみたいな、うん、なんかしたみたいな、うん、俺なんかしたっけみたいな言われて、うん、いや、なんかしたとかさ、じゃああるなら言えよ。お前ね、カバーかけてんの。何も知らないのにお前カバーかけたの。ね、最悪だよお前。嫌な女マジで。でもね、うん、私これ月1ぐらいで来るの。でも女だったら分かるはず絶対これで。ちょっと言い過ぎちゃったなと思って、うん、でもなんかちょっと怒ったからにはさ、うん、その後もさ怒った風、怒った風、空気のまま痛いしね。気まずいしね。そうだからちょっと怒った風に、もう別にいいよみたいな、自覚ないなら別にいいんじゃないみたいなこと言って、うん、そのままお風呂に入り、うん、もう寝たんですよ、その、うんうん、でそれであやが寝てて、朝起きたらもう家にいなくて、うん、あの仕事に行ってたの、ね、うん、でそれでこうやってパッて LINE 見たら、もう本当に優しい人だから、うん、昨日はなんか怖い顔してごめんね。お前マジ最低。でそれでお前本当に最低と思って、自分が、うんうん、もう本当にかわいそうなことしたと思って全力で謝った、うん、ああ謝った。え、そう、それがいつの話？おととい。おととい、はい、でそのおとといから会った、彼氏に。会いました、会いました、会いました。仲良くなった。はい、普通です。あ、よかった。そのほんと怖いわ。俺的にも思うのよ、今のあやの彼氏が、うん、もう一番ベストだと思うの、あやに。あの人失ったら多分もうダメだよ。本当にダメだからもうダメ、そんなこと。ね、なんかイライラした時はもう俺に。お前いいよ、お兄ちゃんから。どうする、じゃあ順平がもしそれ言われたら、大好きな彼女に。でも順平も怒らないタイプじゃん、うん、そういうの割と。は順平と同じ扱いしちゃうのね、うん、そのダメ、お前ダメだよ。お前こんなんつらいよ。つらいよお前。順平よりはいい態度だけど、うん、面白さとか求めちゃう。たまに無茶ぶりとかするってこと。だるく、この女だるくない？この女マジで。うん、それはもう何回もあることなの。もう生理前絶対なるんですよ、うん、だから、うん、あの聞いてくる、生理前。生理前だから何って言ったら、生理前だったらそう何も言えないから、うん、どうすればいいみたいな、うんうんうん、言われて、うん、はみたいな、うん、自分で考えればいいし。うわ、だるい、マジ嫌なんだけど。怖い。でもたまに笑っちゃうのよ、その自分でも。ひどすぎて、自分がひどすぎて笑っちゃうんだけど、うん、もうそれも真剣だからさ、もう真面目にこう、聞いてるから手こうなの。手はグーでこう、でこう。マジかわいそうだよね。かわいそう。自分だったらどうする？どうなっちゃうんだろう。そんな経験人生で一回もないから。女にキレられたこととかもないからさ、うん、え、だからどうやられたいの、そういう時って。教えてほしい、逆に。え、だからない、正解はない。もう時が解決する。そう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 、もう正解はない。それをで、反抗しないことだ。じゃあ、あ、そうだね、そう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 。だから自分でも何を求めてるのか分かんなくなるの、途中から。うんうんうん、なんかイライラして、なんか当たっちゃうの。そうそうそう、うん、そうそう、女の子って多分そうなんだよ、うん、もうみんなね。なるほどね。そう、警戒とかないの。でも、うん、そこでブチギレてきたら、うん、もうそれはもう終わりの始まり。はい、終わりの始まりです。いやでも俺だったらもう俺笑っちゃうかもな。ちょっと待って、何何みたいな。ちょっと待って何ガチで、うん、って感じかな。うん、でも謝れないかも、俺そんなこと言われたら。でも謝ってても思ってないよ。うん、だから謝れるも嫌だ、なんか。うん、だって悪いと思ってないのに。うん、あ、とりあえず謝っとけばいいよ。そうそうそう、とりあえず、うん、謝っとけばいいでしょ、うんうんうん、もううざいから、うん、だからもうどうしようもないよ。そういう時があったら耐えるだ、一回で日にち置く、様子見るみたいな。いや、様子見じゃない、その場だけの感情だから、うん、もう普通に接すればいいんだよ、いつも通り。いつも通り。したらいつの間にか戻ってくる。そう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 っていうのは彼氏に伝えてんの。伝えようか、それ。俺が伝えようか。
あのもうそれ、あの彼氏がかわいそうだから、その俺に教えてくれても。確かに。ねえ、彼氏にそれ言った方がいいじゃん。分かった、今日言うわ。言って。分かった。もう本当に。分かった分かった。あんまり喧嘩とかもしたくないしね。うん、そう、それ喧嘩じゃないから、ね。ちなみにだから。ということで、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします。じゃあねー。